Okay. I see across the room, X marked on the spot. Everybody tryna zoom, zoom. This is casual, another night with the wolves. But I should be dealing with them, she's a damn professional. Making plays for, don't need to be told. Yeah, she knows, got these fellas down bad and everybody else mad. Adrenaline rushing, even them in the dust. Now they convert into stands. Brothers in her hands down, she's living in my head, rent free. 皆さん、こんにちは。じゃあ、本日は、はい、栃木県にやってまいりました。やってまいりました。はい、来ました。はい。ということで、はい、今日はですね、あとね、日光東照宮にやってまいりました。まずはね、日光市に来まして、はい、です。今日は結構点々とする予定で、日光行って、那須行って、宇都宮に行って、あの餃子を食べたいなと思っております。一日でございます。ありがとうございます、はい、ということで、まあ御朱印ババアなので、うん、日光東照宮で御朱印をもらえたらなというところがあるんですけど、はい、まあなんせ世界遺産そうねなので人がすごいのと、すごい駐車料金高いのと入場料金もあるのとで、ちょっと御朱印もらうためのリスクバリあるなって思いながら、まあ世界遺産なのでそれぐらいするよなっていうの で、ね、今からちょっと楽しんで行ってきたいなと思っております、はい、では行ってきま す。東照宮正門徒歩3分。めっちゃ登るやんけ。いきなり愚痴ってるやん。修学旅行生がいるぞ。修学旅行生がいるぞ。まさかの。はい、衝撃の事実が発覚しました。1300円かかります。高いね。世界遺産は高いね。牛ご飯が2人分食べられる考え方やろ。国際遺産世界遺産世界遺産悪いことしたんか。ここ世界遺産なんてね、はい、っていう合言葉で今日は行くしかない。それで言い聞かせるしかない。お、結構な階段。スカート踏みまくってる。踏みまくってる。スカートは失敗だったな。これが有名なやつね。はい、何？この3匹って分かる？言える？見ざる、聞かざる、言わざざる。言わざざる。口言葉みたい。見ざる、聞かざる、言わざざる。真ん中のやつだけ名前違った。言わざざる。うわ、すごい人。金ピカ。うわすごいな、これは。すごい、なんか細かいな、めっちゃ作るの細かい。竜の歯まで切れ。全部竜。めっちゃ切りくない。やばいよね。すごい。これが本殿。めっちゃ細かいね。なんか掘ってあるところとかも。すごい、確かに細かいわ。中も入れるのか。うん、写真もらいました。はい、ドン。シンプル。やっぱこういうすごいとこはその御朱印で別に商売しなくてもやっていけるから。でもあんまデザイン性なくてちょっとがっかりしたまあコレクターからするとね、うん、しかも印刷っていうの。印刷なんだ。まあ、でも紙はいいやつかも。書いてないやろこれ。紙はいい、和紙使ってそう。まあでも世界遺産ですから。そうです、はい、世界遺産ブランドがあるんで。すごい気に入っているから。ありがとうございます。次は大好きなあれに会いに行ってきます。あれあれです。パンパンチライフ。見える？ゴリラということで、はい、着きました。着きました。うん。那須ワールドモンキーパークです。です。はい、もう私の趣味です。完全にそうです。完全なる私の。個人的に行きたい
とこですね。です。ここはですね、はい、あのお猿さんがめっちゃ近くで見れるんですよ。おめっちゃ近くっていうのはもうこの肩に乗るとかのレベル。おお、触れるぐらいの。そう、私はそのいつか子供を授かることができなかったら猿を育てたいって思ってるくらいすごい猿が好きで、だからちょっともうもしかしたらね、猿を子供代わりに、うん、今後もうファミリー Vlog がお猿さんいるかもしれないんですけどその時はもうさせていただければ。そうですね、はい、なのでちょっと急いで撮っていきたいなと思います。はい、見ていきます。来ましたね、はい、最高もうまだ何にも見てないのに、もう可愛い、全部刑事物も可愛い。いきなり来た、ふれあい広場。おお、おるな。ちょっと上着を貸してもらって、汚れないように白を着てたんで、餌も買ったと、はい、あ、触ることができる、触ることできるんやって、この子たちとは。エリマキキツネザル、もうおるね。待って、この子ちエリマキさんなんで、どこ触っても大丈夫です。尻尾を掴んだりとか、ダッしないようにお願いいたします。はい、はい、おお。もう少し前まで滑りますか。成長かい。うわ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。おお。おお。写真でください。おお。乗ってる、乗ってる。すごい。餌持ってるからもう。めっちゃ詰まってる。すげえ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 。全員来てんじゃない、この。あ、怒ってる怒ってる。スカート。引っ張っとる引っ張っとる。餌持ってる。すげえな。すごっ。はい、すいません、後ろ閉めますね。はい、すいません、扉開きます。なんか違うのがいる。青キツネザルか。見て、おー、来た。軽い、こっちの方が。超可愛いんだけど。やばいよ、ひろちゃん猿使いになってる。可愛いね。めっちゃ好かれるな、ひろちゃん。すごい好かれようだよ。頭は乗りこなしてるもん。気づくのにされてんじゃないの。開いちゃった。これすごくない？もうピンとされてる。みんな取って返して返して返して。ああ。後ろ閉まりますね。はい、うおお。リスザル。おなじみのやつやな。おお。ああ、やめて。
冷たい冷たい冷たい。来ちゃった。なんかない。キュッキュッキュッしてる。おお。冷た。ねえ。めっちゃ好かれてる。行ってきた。次のところに行ってきます。一匹持って帰る。連れて帰る。おすごい。なんかこのおさるさんのパークに。おお。すごいね。乗れるんや。乗れるんやって。でかっ。お父さんに餌をあげれるんだって。おさい銭の手前のところから皮ごとお父さんの鼻のところに。おお、皮ごと。餌、こういう。はい。おお。食べた。くれくれって言ってる。すげえ。かっこいい。かわいいね。すごいいい子そう。か。なんかお猿さんのとこにゾウさんがいるのが意外だったね。もうね、閉園のおじ、あら、あれ、あれ。サルカ現象、カエルカ現象ならぬサルカ現象が、あれカエルカ現象全然見ちゃうしな。ありがとうございます。ありがとうございました。2時間じゃ足りなかった。ちょっとね、もうもうちょっと痛かったな。ホタルの光が流れてきました。はい、やりましょう。さらばしましょう。パンパンチライフ。はい、はい、ということで今からですね、うん、宇都宮に来たので。来ましたね。宇都宮餃子の食べ比べをしたいなと思いますので、まあ3店舗ほどちょっとテイクアウトを、うん、しながら車中飯として食べていきたいと思っております。行ってきます。いいです。餃子通り。餃子通りお店知ってます。揃ってます。超並んで大行列や。え、あれ分からん、あれかもしらん。あそこすごい餃子屋さん、ベルシャ家庭料理屋さん、餃子屋さん、餃子屋さん、道またいでこっちも餃子屋さん。すごいよね。めっちゃある食べました。はい、変えた変えた。美味しくいただきます。ということで、はい、宇都宮餃子を3種類これですよ、これ。まず1つ目はこちら、はい、キャロルさん。キャロルさんです。すぐ忘れる。あのなんていうの、看板とかも昔ながらっていうか、なんか結構現代っぽい感じの雰囲気だったので、あの買ってみました。で、そのお向かいにあるお店の次は、これが悟空です。はい、しかもこれはなんか普通のとかジャンボとかめっちゃでかい、そうあって、ジャンボが人気2だったんでちょっと買ってしまいました。はい、で最後がこちら、宇都宮餃子のミンミンさん。これはほんまに有名と思う。なんか宇都宮餃子って調べるとミンミンって言って、ここさテイクアウトもまあまあ並んだけどさ、うん、イートインが、イートインっていうね、店内で食べる方がさ、もう6時間待ちとか。やばいよね。だって行ったのが17時とか18時とかだったんで、そっから6時間って、みたいな。いや、もうそっから多分もう断ってるんだよね、多分。なのでちょっとあのテイクアウトがおすすめです。相当有名。土日がきついのかな、結構。で、それの相性に良さそうな柚子のチューハイを買いました。栃木限定。そうなんです、はい、超美味しい。あんまりなんか栃木のビールとか見かけれなくって、うん、スーパーで。だからちょっと今回は珍しくチューハイにしました、はい、そのまま上からかけちゃっていいですか。ラー油もドバーって、うん、かけちゃおうか。
美味しそう。めっちゃ美味しそう。結構でかいよな、一個が。大きいよ、一個一個が。これはもうすごい規格外。ジャンボやもんな。ジャンボってやつか。2個分ぐらい入ってる。これもうすごいわ。パリパリそう。せいだせいでしたよ。いただきます。いただきます。嬉しい。お腹ベコベコなんですよ。そうなの。今日あんまちゃんとお昼食べてなくてね。やったー。じゃあまず、キャロルさん。キャロルさん。一緒に。一緒に行こうか。うん、いただきます。いただきます。うん、うん、あ、ニンニクすごいな、がっつり、うん、食べた瞬間ニンニクブーン出てた。わあ、おいしい。結構あれやな、これその皮がすごい分厚いね。プリプリ、うん、うまい。どう、うん、うん、めっちゃおいしい。うまっ。うん、やばいよな。美味しい。お次は普通の方しよう。ごくごく、うん、全然違う。皮薄めやね。うん、これ薄め。身がめっちゃぎっしり入ってる。全然パサパサしてないし、うん、中の脂が、うん、お肉めっちゃ美味しい、うん。なんか本当に贅沢な餃子って感じ、うん、中がいっぱい入ってて味も上品、うん、お野菜の味もめっちゃするね、うん、全然違う。まあ面白い。全然違うな、まあ、焼きたてやったらもっとパリパリとか違う良さで分かるのかもしれない、うんうんうん、そこがちょっと申し訳ないけど。ラストミンミンさん、まあ、もうここは王道ですからね、まあ、あの根絶具合を見ても間違いなさそうやもんな。いただきます。うん、うん、一口タイプね、うん、一口タイプ、一口タイプね、うん、一口タイプ。なるほど。サイズがちょっと小ぶりな代わりにこれは、うん、ここの店最低2年前からの注文のやつだから、うん、そういうことかと思う。なんか変わった後味するかも。うん、なんか香味が入ってる。ちょっとなんかスパイシーな感じがするかも、うん。何かちょっとわからないけど。まあ面白い。美味しい。どれが一番でも決まった？うん。おお、じゃあいきますか。はい、じゃあ行きましょう。いっせーので、ふんふんふん。一緒やな。やっぱそうよな。の悟空一択。なんならなんか迷うなとかじゃない。全然違う。衝撃がすごかった。ね、ふんってなったよね。めっちゃ美味しい。二度見するやつ。うん。やっぱ本場ですよね、宇都宮は。全部レベル高いよね、うん、全部高いんだけど、その中でももうダントツ美味しい。びっくりした。なんか他のも美味しいけど、こんなに皮が薄くて中身が充実してるっていうのがない。しかもジャンボのメニューまであるっていう。そうやんな。なのでちょっとおすすめです。テイクアウトでもめちゃくちゃめちゃくちゃ美味しいです。これやばいよね、口とめちゃくちゃ入らんからね。一口じゃ絶対無理、うん。家でこんなん作れんもんね。確かに皮が大変だ。うん。あ、美味しいね、ジャンボも。美味しいわ、やっぱ。今日はですね、もう栃木の本当に可愛いお猿さんと戯れたり、一番ちょっと気になっていた、うん、日光東照宮、うんうん、にも行ってみたりとかしながら、この餃子を食べながらね、お話できたということで嬉しかったです。です。ということで、ええ、もう残すところあと数件になってきたんですけど、日数的には本当にあと30日とか31日とか、この動画の撮影日はね、うん、そんな感じになってきてるので、うん、もう噛み締めて噛み締めて楽しんでこの生活を送っていきたいなと思っております。いつも見てくださって、それではいつも、それではいつも見ていただいて本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。急にどうした？はい、嬉しいなって改めて思ったの。今日ね、思っ、改めて思ったと。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。はい。